どうも皆さんこんにちは、まことです。ついにニュースストーリーツアー決定しました。おめでとう。待ちに待ちましたね。ちょっと詳細とかね、もろもろ確認していきたいと思います。はい、詳細ですね。ストーリー、2020年3月から6月までですね、約3ヶ月ぐらいか。ということで、まず1つ目、2020年3月7日から8日、宮城積水ハイムスーパーアリーナ、東北から始まるんですね。で2カ所目、3月21日22日静岡エコパーアリーナ、宮城静岡と。で3つ目、3カ所目ですね、3月27、28、神奈川横浜アリーナ。4カ所目、おお、約1ヶ月後ですね、北海道、4月18日、4月19日、マコマネイ積水ハイムアイスアリーナ。5カ所目、4月26日、4月27日、福岡マリンメッセ福岡。すごいね、飛び飛びだね、いろんなとこ行くね。6カ所目、5月1日2日、大阪城ホール。7カ所目、5月16日17日、スザクメッセ新潟コンベンションセンター。ちょっとトキメッセじゃないかな、トキメッセなのこれ、スザクじゃねえんか、トキ、ごめんなさい、トキメッセか、トキメッセ新潟コンベンションセンター。なるほどね。8カ所目、6月6日、6月7日、大阪京セラドーム大阪。大阪は2カ所なんだね、これ迷うね、どっちかってね。やっとドーム来たな。そうね、人はでも多そうだな。次9カ所目、6月20日21日、東京ドーム。東京、ついにね。で東京がオーラスかなと思ったら実は違うんだね。10カ所目、これがラスト、6月27、28、愛知名古屋ドーム。いいね、全10カ所やるということですね。まあでもね、具体的にさ、まだアルバムどういう内容、どういうねシングルとか入ってるかってまだ全然わかんない。まあ今ちょうど多分収録中、レコーディングはしてるってメールには書いてたね。うん、だからまあいつね、そういうアルバムが完成するかっていうのはまた後日なのかな、そういう詳細はね。あとその応募したやつもどう使われるのかもしれない。あ、そうかそうか、僕らもそうだ、皆さんも動画ねとかいろいろ、あとは メッセージか書いたりとか、あとはストーリーってあの書くやつとかね、いろんなの多分4全部4つか、うん、やられた方いらっしゃると思いますけれども、どういう感じでねアルバムに組み込まれているのか。てかあれ ツアーで使うんじゃない、アルバムじゃないんか、関係あのツアーなのかな、アルバムじゃないんか、どっちも三大ドームでやるってことは多分でっかいセットを組むのか、うーん、ドームでしか見せれへんセットが出てくるのか。そんなでかいってこと、うん、すげえ、ドーム3つもやるってなかなかないよ。うん、なかなかね、だもん N の時点から S までで最終的まで考えてたってことでしょ、うん、NEWS で集大成で S 終わった後にまたさらにニュースのまあ本格始動というかさ、最大級のニュースのやつをね出すのかもしれない。20周年とかね、どうなるか分かんないな、ちょっと楽しみですね。果たしてどこに行こうかね、うちらはね。でも日程的にゴールデンウィークやから大阪城ホールは無理よ。そうね、大阪城は無理か。京セラどうかな、6月ぐらいか、行くとしてもね、だから約半年後ぐらいですかね。まあ都心ほどさ、でかいところほどさやっぱ行きにくいっていうのはあるだろうけどね、
そういうのはやっぱあるから、ここねどこを選ぶかっていうのもちょっと選択しないといけないからね、難しいとこですよね。いやで地方の人はみんな東京大阪名古屋行くでしょ。行く？じゃあ他のところあえて宮城とかさ新潟とかあえて行く人も行くのかいるのかな。おると思うよ。まあねその人たちのね仕事とか学校の日程とかもあるだろうしね、どうなるかわからないですが、うん、ちょっとそこもお友達とかねみんなとちょっと相談しながらな感じでしょうけど、この動画がいいねと思いましたらぜひいいねよろしくお願いいたします。その他ツイッターやインスタグラムもやってますんでそちらもフォローよろしくお願いいたします。こちらのチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん Have a good time。